ことでありますか、西住殿。これ何のチラシ。大洗のお祭りにボコさんのショーが来るんですね。で、中の人が足をくじいて急遽代役を募集していると。その代役に応募したのか。うん、それで採用されたの。よく来やがったな、お前たち。もうすぐオイラの大活躍が始まるから、おとなしく待ってないとボコボコにしてやるぜ。緊張するよ。でも頑張らないと。バカー、こっち向いて。え、この声は。あの子は大学選抜の隊長だな。確か島田アリス。なんでかわかんないけど、あの子も僕好きなんだよね。わざわざ大洗まで見に来るなんて、よっぽどボコさんが好きなんですね。落ち着いて、落ち着いて。よし。腹減ったな、もう。もうビフテキでも食うか。何言ってんだおめえは。もうそれとも食いだろう。もう今回の相手は牛ですか。え、今キャって言った。牛の方が転んだぞ。大丈夫でしょうか。ボコが牛を助け起こそうとしてますね。ミトリ、それ段取り違うって。おうおう、お前らどこ見て歩いてんだ。セリフと行動が全く合ってないな。ボコ、どうしたの。あ、牛さんが起き上がりましたよ。おい、今ぶつかってきただろ。綿が出ちまったじゃねえか。お前の方こそ気をつけろ。もう生意気だもん。うるせえ。お前らみたいな牛なんかミディアムレアに焼いてグレービーソースかけて食ってやるぜ。なんだと。もうやっちまえ。まだまだ。なんとか筋書き通りに戻ったな。心臓に良くないよ。美穂さん、しっかり。パコ、頑張って。くらえ。もう許さないぞ。もう弱いくせに生きがってんじゃない。もうさすがです、西住殿。敵の砲撃を全弾回避しました。どうでもいいが、あのクマは攻撃を避けちゃまずいんじゃないか。どうだ、オイラだってやるときはやるんだぜ。あ、声の人がセリフを合わせてくれてる。さすがはプロと言うべきだな。でも客席は静まり返ってますよ。ボコ、どうしたの。ミポリー、当たんないとダメだって。あ、変、今日のオイラは一味違うぜ。調子に乗るな。もう、まあ、やっちまえ。おお、猛烈ぐはっ。避けちゃダメ、避けちゃダメ。うお、何をする、やめろ。これくらいでいいだろ。もう二度と逆らうなよ。もうさすがにもう懲りただろ。また負けた。次は頑張るぞ。バカ、明日は勝てるよ。バカ。一時はどうなるかと思ったよ。あ、やっぱり来てた。あ、アリスちゃん、こんにちは。さっきのボコのショー見た？うん、一応遠くから。今日のボコおかしくなかった？そうかな。だって戦ってる相手なのに牛を起こそうとしたり。きっと今日はたまたまそういう気分だったんだよ。そうです、そうです。私もいつもはドイツ戦車が好きなんですけど、たまにはイギリス戦車に乗ってみたくなりますし。そっか。はぁ、でも、パンチ避けてたし、やっぱりおかしくない？ボコさん、いつもやられてますから、いつの間にか避けるのが上手になったのでは？人知れず努力していたのかもしれないぞ。そんなの変だよ。頑張っても勝てないのがボコなんだよ。まずいですよ、これは。頑張っても報われないんですね、ボコさんは。そんな設定知らないよ。なんだか、切なくなる設定だな。ボコ、やっぱり変わっちゃったのかな。大丈夫だよ、アリスちゃん。え？だって今日も最後はちゃんとやられてたし、僕はやっぱり僕なんだよ。うん、
最後、いつも通りボコボコにされてた。それがボコだから。ふん。それがボコなんだよね。あれで納得できちゃうの？よくわかりませんが、めでたしめでたしなのでしょうか？いずれにせよ、夢が壊れなくてよかったのではないかと。夢を守るのも結構大変だな。ありがとう。お話できてよかった。私もう帰るけど、次はみんなで一緒に見ようね。はぁ、あ。どうだった？ミポリン。舞台上だけではなく、舞台を降りてからも難しい選曲でしたが。うん。やっぱり、僕はやるんじゃなくて見る方がいいな。